海の洗礼は、サイレント時代の1923年に公開された、アメリカ合衆国の映画で、1921年に公開された、同じ現代の友人をニール作の演劇、アンナ・クリスティに基づく、最初の映画化となったドラマ映画であり、ブランチ・スウィートとウィリアム・ラッセルが主演した。監督は、ジョング・ディフィス・レイ、プロデューサーは、トーマス・エイチ・インスのファーストナショナル映画作品で、 現代が同じである友人オニールの戯曲、アンナ・クリスティをもとに、ブラッドリー・キングが脚本を書いた。トーマス・エイチインス社は、戯曲の映画家権を獲得するために、当時としては、天文学的な金額だった3万5千ドルを支払った。現存する唯一のプリントは、1970年代にヨーロッパで発見されたものである。船乗りのクリス・クリストファーソンは、 兄弟や息子たちを海難で失い、また航海中に妻にも先立たれ、海を恨むようになっていたが、他にできる仕事もなく、船乗りを続けていた。ただ一人の身内となった娘アンナは、海から遠いミネソタ州にある親戚の農家に預けられたが、やがて成人した彼女は身を持ち崩し、また闘病も経て、ニューヨークへと向かう。ブランチスウィートとジョージ・マリオンシニア。ありがとうございます。